今日は木佐貫と渡辺俊介の先発でゲームが始まりました。このカード20回戦1回の表ワンアウトランナー2、3塁でロッテ4番の福浦がセカンドゴロ。この間に3塁ランナー西岡ホームに帰ってロッテがまず1点を先制しました。1回の表です。そしてその後2アウトランナー3塁で2前のタイムリーヒット。ロッテは2点目、初回に木佐貫から2点を奪いました。2回の裏ノーアウトランナーなし。この回先頭バッターの T 岡田ライトオーバーにヒットを放ちますが、この後の走塁、1塁から2塁に向かう途中で左足違和感を覚えてこの後ベンチに下がります。3回の裏2アウトランナー1塁2塁、3番の後藤ライトの頭の上、坂口がまずホームに帰り堀山続いてホームに帰って2対2同点。その直後カブレラ豪快に23号、勝ち越しツーランホームラン。4対2とオリックス逆転に成功しました。4回の裏ツーアウトランナー1塁2塁、今日もう2本のヒットを打っている坂口です。ピッチャーは2番手古谷、これも素晴らしい当たりでした。右中間の真ん中を破ります。タイムリーツーベースヒット、2点を追加して6対2リード4点です。坂口は3安打猛打賞。5回の表バルディリスのこのプレー、一塁アウトにしました。よく掴んで一塁へもよく投げたバルディリスです。そしてもう一丁ありました。この5回の表ダブルプレー、いいプレーが光ります。岡田監督思わず笑顔というそんなシーンでした。今度は8回の表ワンアウトランナー1塁、またバッターは清田、ここでもバルデリスゲッツーに参加します。 5-4-3 チャンスの目をつぶりました。さらに9回の表ランナーを出しました木佐貫です。打席にはタイムリーヒットを今日1本打っている今江、またこれもバルディリス。 5-4-3 このシーンが目立ちました。最後は軽くガッツポーズをした木佐貫です。完投勝利6対2でオリックスがロッテに勝って昨日今日連勝を果たしています。